大山慎介のみんなの北海道2100。関西そして全国の皆さん、おはようございます。北海道田舎プロデューサー大山慎介です。大阪 MBS ラジオのスタジオからお届けしていきます。2月のこの時期、北海道は2月が一番寒いと僕は思うんですけど、統計的なことはちょっと置いといてですね、1月からも言ってましたけど、気候がねやっぱり変でっていうのも、こう何十年言われてるのか分かんないんですけど、あのところに雪降ったんだとか、北海道の中でですね、あそこは普段降らないよなっていうのが北海道内でニュースになったりしてますんで、この時期ウィンタースポーツもそうですし、雪のいろんなイベント、先週もちらっとお伝えしましたけどもね、行われてます。ですのでその時にはですね、ぜひお天気の情報もチェックしてもらえたらなと。北海道に来ていただける方がこの時期本当に多いんですよ。ですから札幌雪まつりはもう定番ですけど、終わった後続いてですね、小樽の雪明かりとかね、アイスキャンドルですね、非常に幻想的なんですけど、まあいろんなところで頑張ってます、はい。で本日はそうした頑張り、イベントの頑張りも本当に素晴らしいと僕は敬服してるんですけれども、実はこんな景色あったんという、素材が豊富でなおかつ食べ物美味しくて、今度の大型連休とか初めてちょっと暮らしをしてみようとかですね、今までちょっと事情があっていけなかったけど、あ自分にね、例えば車椅子で行けなかったんだけどここなら行けるとか、そういう方のためにぜひ聞いていただきたいと思うんですよね。南北海道音部町です。音部町久々ですね。今日はその若い方と聞いてるんで、なんかどんな楽しみ方をしているのかを含めてお電話するのが楽しみです。ということで今週は音部町です。大山慎介のみんなの北海道2100。大山慎介のみんなの北海道2100、今週は音部町です。音部町、若干だけね地理の確認しますね、北海道の南の方ですね、道南って言いますね、南北海道です。日本海に面しています。函館からはですね、車で1時間ではちょっと無理かな、1時間ちょっとかなということですね。でも新幹線では1時間ちょっと、新幹線と言いますのはですね、新函館北斗、こちらの駅からは1時間ちょっとくらい、1時間くらいということね。で本日はですね、そこに実は前、かなり前にこの番組でも取り上げたことがあるんですが、非常に絶景スポットとか、それからですね、今一つはこれからね、さまざまな、方がちょっと暮らしをされるという時に、こういうスタイルのね、こういう住宅が欲しかったんだよっていうのを音部町がご用意してますんで、そちらの方も含めて今日はですね、音部町の若きホープでどんな楽しみ方をしているのかちょっと注目なんですけれども、音部町役場の総務課米城隼人さんにお電話となってます。米城さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今私若きホープでどんな楽しみ方というふうに思っちゃったのは、はい、なんかお若いってねお伺いしてるんですけど、失礼ですけどお年聞いてもいいですか。はい、今年で27になりますね。27歳。はい、お一人ですか、まだ結婚はこれから。あ、まだ一人身ですね。一人身っていうかね、まだ若いですからね、はい、そうですね。その米城さんの楽しみ方も聞きたいんですけれども、はい、その前にね、僕ねやっぱり気になるのはね、日本とは思えないような景色が音部町あるじゃないですか。あ、そうですね、はい、竹瀬海岸、白浦という海岸になりますね。白浦、はい、これカタカナですか。カタカナですね。音部町白浦で検索すると、はい、絶景出てくるんですよね。そうですね
地元の方ってこれどうなんですか、シラフラについては。僕自身も地元ではあまりないので、なんとも言えないんですけど、まあ、ずっとある場所なので、そこまで関心がなかったって言っていいのかはあれなんですけど。あ、そうですか。なんか、ミュージシャンがここで撮影したとかっていうことでしたっけ？あ、そうですね。はい。去年の1月、誰でしたっけ？北海道の出身のグレイっていうロックバンドですね。函館のね。はい、よく函館でコンサートしますよね、グレー。あ、そうです ね、はい。そのグレーがこのシラフラーのところで、そうですね、歌って、それがテレビに放映されたっていう感じです、ね。あ、そうすると、そっか、それを見た方が、はい、あれ何って話になったんですか。そうですね、結構大反響を受けたみたいでして、あれ何っていうよりも、そこどこみたいな。そうですね、はい、海外ロケみたいな。そうなんですよ。あ、日本じゃ見えないような風景になってるので。ああ、そうですか、はい。いや、僕も幼少の頃から見てたんで、普通に思ってたんですけど、全然本当は普通じゃないっていうのをですね、大人になってから気がつきましたけどね。大人になったっていうか社会人になってからね、気がつきましたけどね、はい。でも実はシラフラ以外にもあるんですよね。そうですね、いろいろ海もそうですし、山もいろいろあるんですけど、例えばですね、山方面で行くとですね、はい、縁結びの神様が宿って、パワースポットとしてちょっと地元で大切にされているレンリの木の縁桂っていう巨木がありまして。縁桂、はい。あ、ご縁の縁ですか。ご縁の縁ですね。乙部 の市街地からだと遠いんですか。市街地からだと多分30分ぐらいはかかるかなと。森林公園という場所がありまして、はい、そこまで行くのに多分30分ぐらい、はい、で、そこから徒歩で、往復で多分1時間になるかな。米代さん、30分くらいかなって言ったのは、はい、それひょっとして車でしょ。あ、車です ね。それなんだよね、はい、近いんですよね、30分くらいなんですよねって。これ車ね、車で30分して、はい、そこから登って歩いて多分片道30分ぐらい。ああ、じゃあ結構こう、はい、力入れていかなきゃなんないですね。そうですね、まあ、ハイキングみたいな感じで行けるところなので、でこのご縁が結ばれるんですか、こう。オスメスの木が2種類あって、それがだいたい高さ7メートルぐらいのところで、枝が1本につながってる木になってて。あ、そっか、本当にそうなんだ、はい、はい。で、まあ、そこで結婚式を挙げられた方も複数いらっしゃるみたいでして。あ、そっか、それは僕お邪魔したことないな。パワースポット、はい、円滑ら今度お邪魔してみたいなと思いますけどね、はい。海岸線でもまだ景色、他にもいろいろいい景色ありますよね。そうですね、海岸線、あと、まあ、岬でいうと縦の先とか。縦の先ね、はい、東洋のグランドキャニオンだとかっていうふうには言われてるみたいでして、ね、東洋のグランドキャニオン、はい、そうですか、縦の岬ね、はい、いろいろ楽しいパワースポットも含めていろいろありますけど、はい、これだけど本当に知られてなかったじゃないですか。今も知ってる方ってそんな多くないですよね。そうですね、多くはないですね。で、なんとか広めようと、これを広めていって、なおかつ、はい、見る場所っていうのもなんかなかったんじゃなかったですかね。そうですね、そんなになかったですね。今後一応シラフラの方が整備される予定になってまして、はい、あ、シラフラの方、はい、だいぶ先ですか。そうですね、来年の3月までには休憩所も備えた建物等ができる予定になっているので。来年3月ったら、まあ、あと1年ですもんね。あ、そうですね、はい、すぐですよね、はい、まあ、これから作っていけばね、はい。あ、そうですか。そういう素晴らしい景色に囲まれた海岸部の乙部町、はい、米代さん、どんな普段の生活されてるんですか。普段はですね、まあ、私個人的に趣味が釣りなので。釣り、釣り、はい、釣りの方をやってまして。あ、ど真ん中じゃないですか、じゃあ。そうですね、もういろんなところで釣りをしながら、休みの日は遊んでるっていう感じですね。ああ、そうですか、はい。それは海。海ですね。どんなのを釣りますか。いろいろ何でも釣るんですけど、主にまあ鮭ですとか、まあ、あとヒラメをやってみたりとか、あとまあホッケとかカレーとかも釣れるので、この辺をちょっと町内のいろんなスポットで釣ってるような感じですね。ああ、そうですか、はい。あ、でも考えたら乙部は釣りが好きな方にとってはもうたまらないね。そうですね、
岩場もあるし砂場もあるしなのでね、ロケーションが豊富ですからね、はい、先ほどの、はい、まあ、絶景の場所もあれば、はい、釣りの視点でいうとそういったさまざまなあの今ねあのロケーションといいますかバリエーションがあるんでね、はい、そうですね、あ、そういうことですか、はい、乙部は雪もね北海道の中では少ないですしね、そうですね、少ない方だですね、そういう意味では過ごしやすいかもしれませんね、はい、それで、はい、ちょっと暮らし住宅生活体験できるね移住体験住宅ですけど、はい、こちらが乙部が本当に僕はねおすすめだなと思ってるんですけど、 ありがとうございますご説明いただいてもいいですか、はい、乙部町での生活が体験できる移住体験住宅というものなんですけども、はい、町内に2棟を用意してまして、どちらもですねバリアフリー設計になってまして、これがね、はい、はい、なので高齢者とか体不自由な方でも、まあ、お気軽にといいますか移住体験ができるような施設になってます。これってリフォームじゃなくて新築でしたっけ？そうですね、まあ、築、まあ、6、7年ぐらいの建物なんです。そうですよね、この数年ですもんね、はい、あ、これ間取りとかはどういうふうな形なんですか？間取りがですね、A 棟っていう方が 3LDK になってまして、で B 棟が 2LDK の部屋になってます。 A 棟 B 棟ってあって2つの、はい、移住体験住宅ですけど、はい、この A 棟の 3LDK で何人くらい泊まれるんですか？まあ、一応まあ大体定員は 4、5名ほどで、ビートの方も 4、5人ぐらいですね。あ、そっか、まあ、2つ部屋がありますからね、はい、あ、4、5名、はい、で気になるお値段っていうか、これがね僕最初聞いた時本当かなと思ったのは、 A 棟の 3LDK でおいくらでしたっけ？夏季の料金になるんですけども、夏ですね、はい、で5日から15日の間で宿泊になると3700円ですね。3700円、はい、10泊泊まって3万7000ですか？そうですね。これはお一人ですか？いや、施設の料金って言いますか、なので人数で割るとっていう感じですね。だってこれ新築って5、6年のね新築でしょ、はい、はい、そうですね。なんか綺麗ですよね。綺麗ですね、毎回掃除もしてますし、これ予約でいっぱいなんじゃないですか？そうですね、夏季はもうかなり満室って言いますか、人気で待ってるような状況になるので、これっていつから予約始まるんですか？一応3月頃に、予定してます。じゃあまだ間に合うんですね。まだ、はい、これからの募集は大丈夫です。これホームページとかで予約するんですか？そうですね、ちょっと委託の方をしてまして、乙部創生株式会社というところで、乙部はひらがなでしたよね、はい、あ、そうですね、ひらがなですね。で地方創生の創生ですよね、はい、乙部創生株式会社でも、これ乙部町の移住体験住宅って検索すると出てくるんですね。あ、そうですね、出てきますね。これすぐいっぱいになりますね、多分ね。そうですね、夏はもう結構混み合うので、冬場はまあもちろん余裕はかなりあるので。あ、でも冬も釣りのファンにとってはいいんじゃないですか？そうですね、冬もされる方はもうぜひ来ていただければ、あ、冬の暮らしも体験できるような感じになってますので、ねえ、1年住めとかね、いきなり住めとか1年とか長いスパンだとあれですけど、はい、冬といっても4、5日だったらね、はい、この家の中あったかいじゃないですか？そうですね、あったかいです ね。それで釣りが好きな方にとってはたまらないかもしれないですね。はい、海からも近いので。あ、海からも近い、はい、そういうことであればね、ぜひホームページでチェックしてもらいたいですね。はい、ぜひ。これ今までいろんなとこからいらしてるんですか？そうですね、まあ首都圏ですとか、まあ、関東の方もいらっしゃっていることはあるので、ええ、いろんなところから、まあ、大阪の方でしたかね、確か来たこともあるので、あ、いろんなところから来ていただいてますね。そうです、函館に直行便ありますもんね。そうですね、確かあります。友人に誘ってもいいし、ご家族で行ってもいいし、うん、そうですね、皆さん乙部ライフを楽しんでらっしゃるんでしょうかね。そうですね、いろいろ飲食店も近くにはあるので、いろんなとこ食べに行ったりですとか、あと温泉も近くにあるので。え、そうなの？はい。じゃあ市内地なんですね。あ、そうですね、市街地の中にありますので。あ、じゃあ生活の便もいいし、はい、すぐに大自然にボーンと行くということなんですね、はい、そうですね。この10年くらいですかね、乙部が移住体験というかちょっと暮らしに力入れてるのはね。そうですね、最近です ね、これからもっとね、はい、皆さんに知っていただいて、はい、生のシラフラもね
見てほしいですよね、はい、そうですね、ぜひ一度はもう来ていただきたいですね。あーね、そういうことですか、はい、じゃあ米代さん、はい、こう今冬ですけど、はい、今後このね冬を乗り切って、そして春に向けて、はい、こんなことして今後頑張るぞっていうのありますか？そうですね、いろいろ休みの期間は外に出てやることが多いので、はい、まあ、それをもっともっと充実してできるようにいろいろやっていきたいなとは思ってます。いや、27歳の真面目な答弁ですね。わかりました。、はい、じゃあぜひね、白フラ等のね、はい、絶景地もそうですが、はい、この移住体験住宅のちょっと暮らしも力を入れ始めましたんで、はい、PR 含めてね、はい、いろんな方とお話をしてもらいたいと思います。あ、そうですね、はい、じゃあ今日はどうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、乙部町役場総務課の米代隼人さんにお電話をいただきました。まずはね、乙部町シラフラ、カタカナでシラフラです。これをですね、ぜひホームページで見ていただきたいなと思うんですよね。それから立の岬とかね、いろんな絶景地があります。で、今年そろそろちょっと暮らしやってみようかなという方は、バリアフリーなんで車椅子でね、今まで行けなかったんだよねという方もですね、バリアフリーの移住体験住宅、良心的なお値段ですので、トライアルするには絶好の、場所かなと僕は思いますけどもね。海産物美味しいです。そして山の幸もいろんなものが、乙部町頑張ってて美味しいので、ぜひ一度乙部町、乙女の部屋の部ですね、乙女の部屋、乙部町、こちらを検索していただければなと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。ここからはみんなの北海道2100のコーナーです。こちらはですね、 NPO 法人なんですが、移住交流の団体ではないんですよね。何度もお伝えしますが、子供ということをキーワードに、でもね、子供ってことをキーワードに置くと、今日の乙部町じゃないですけど、あの子供とじゃあね、一緒に夏休み、あるいはですね、最近ラーケーションって言いますかね、平日お休みにする動きが、各都道府県の教育委員会が広がりつつありますんで、じゃあ一緒にこう体験学習ということで、その受け皿、そういったことも含めて子供ということをキーワードに、ちょっとずつちょっとずつアプローチし応援してます。で、本日はお知らせです。このみんなの北海道2100 NPO 法人はサポーターを募集してます。個人とサポーターですね、サポーター、関西の方にたくさん入っていただいてます。ありがとうございます。年会費も入会金もありません。で、先週もお伝えしましたけれども、明日12日月曜日まで登録していただいた方からですね、抽選で10名の方に、日本一のそばの産地、幌加内町、朱鞠内湖でも有名ですね、この幌加内町から幌加内そば5箱、およそ10食分ですね、5箱を10名の方なんですよ。一度ですね、 NPO 法人のホームページ、まだ見たことないよという方も登録していただいて、キーワードがあります。キーワード、先週もお伝えしましたね、キーワード、メッセージ欄があるんですよ、登録フォーマットにですね。そのメッセージ欄に MBS ラジオ、 MBS ラジオと書いて登録をお願いしたいと思います。抽選で当選された方はですね、ホームページで掲載したいと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。今週のプレゼントです。今週はですね、乙部町からいただいてます。乙部町のブランドの大豆、これがね、本当にね、美味しいんですけど、このブランド大豆を使ったオリジナル大福、乙部大福っていうんですよ。ご当地グルメなのかもしれないんですけど、これ評判です。乙部大福、こちらの詰め合わせを3人の方にということです。宛先お伝えしますね。メールです。すべて小文字で m2100@mbs1179.com、 繰り返しますね、m2100です。@mbs1179.com
1179.com おはぎです。郵便番号 530-8304 MBS ラジオ大山信介のみんなの北海道2100。繰り返しますね。郵便番号 530-8304 MBS ラジオ大山信介のみんなの北海道2100、こちらまでお願いします。今週のキーワードは乙女町です。これぜひ漢字で乙女町、乙女の部、部屋の部、これ10年ぶりくらいに言いましたね。これね、部屋の部ね、相撲部の部ですね。乙女町と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り来週の金曜日2月16日になりますね。ご応募いただくときには必ず電話番号も書いてくださいね。この電話番号書いてないとなかなか送れないという事情もありますんでね、よろしくお願いします。いろんなご感想もねお寄せいただけたらなと。シラフラ見たよとかね、見たらどんな感想だったか、ぜひお寄せいただきたいと思います。大山信介のみんなの北海道2100。ここで当選者の発表です。今週はですね、1月21日放送分の当選者ですね、こちらの回は幌加内町のワカサギの話でしたね。サクッとワカサギというね、これなかなかね、いろんな食べ方あるんですけども、佃煮なんです。一応スナック感覚なんですよ。スナック感覚ですからね、おつまみでもいいんですよね。ビールのおつまみとかね。北海道の北のハイグレード食品という、そういった認定制度があるんですが、こちらでもね、認証されていまして大好評です。シマリナイコで採れたワカサギの新感覚の佃煮ということで、当選された方は大阪府豊中市の城島久代さん、岐阜県多治見市のラジオネーム尾張名古屋の渡り鳥さん、そして兵庫県姫路市のラジオネーム夢咲さん、以上3名の方です。食べた感想もお待ちしてますね。そして今月の月間プレゼント続いてます。2月の月間プレゼントは北海道を代表する観光グループ、そして NPO 法人も大変昔からお世話になってます、野口観光グループですね。こちらの宿泊券5万円分をお一人にということで、こちらのキーワードは野口観光と書いてお送りください。宛先はもう一度言いますね、同じなんですが、メールはすべて小文字で m2100@mbs1179.com m2100 です。@mbs1179.com おはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ大山信介のみんなの北海道2100、こちらまでお願いします。野口観光は函館にもねたくさんあるので、3つ僕ねパッと思い浮かぶのは3つ、素敵な温泉があるんで、ひょっとしたら乙部町でちょっと暮らしをしながら野口観光にね、素敵な温泉も足伸ばしてみるということもできるかもしれませんね。当たった方はですね、当たってない方もぜひ、ホームページ野口観光グループ見ていただきたいなと思います。ということで、今週は南北海道道南乙部町でした。元気な、そうですね、やっぱり27歳米城さん、釣りが好きだということで、そして今後もね上半身を頑張るということなんですが、地元の方は当たり前の絶景っていう名前でそういう例えがいいんですかね。僕はね、日本とは思えない景色でもね、乙部町っていろいろウィングが広くて、例えばね、私が、幼少の頃、何度も行ったのが岬あるんですけどもね、乙部町に志備の岬っていうんですが、そこの上がですね、いきなり全部桜なんですよ。だから海に面したところでこんな桜あるところって珍しいなとか、とんがった岬でねだとか、さまざま楽しみ方ありますんで、移住体験住宅、ちょっと暮らし住宅、
あのお値段ね、1日3700円一棟貸しです。4人から5人、 3LDK 2LDK 築5、6年ですって。これもホームページで見ていただくと、これ4人で泊まったらとかすぐね電卓弾きたくなるような、そんな乙部町のちょっと暮らし住宅で、繰り返しになりますが、この移住体験住宅がバリアフリーと。これね、僕ちょっと暮らし始めた時からもうバリアフリーはもう必須、もうバリアフリーですと、このことばかり市町村の方にねお伝えしてたんですよ。それと同じくらい、このご要望が多いのがペット、このバリアフリーとペット OK、 この2つをですねどんどん広げましょうとお伝えしてたんですね。乙部町はこの町の山積乙部創生株式会社が中心となって移住体験住宅進めてますんで、いろんなその楽しみ方もですね、お電話して聞いていただくと、あ、そっか、海って聞いてたけど、あ、もういろんな楽しみ方あるなとか、そんなことも多分地元の方はですね教えていただけると思いますんで、乙部町のちょっと暮らし移住体験住宅、こちらの方もぜひウォッチしてみていただきたいと思います。そして先週もお伝えしましたが、2月25日放送分がこの番組がですね通算800回ということで、ありがとうございます。私からのお礼、ドドドドドドーンというプレゼント用意してますんで、2月25日ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。大山慎介のみんなの北海道2100、お相手は今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。